ナンブアワーお送りしています。さあ、それでは最初のコーナー参りましょう。うん、給食係です。はい、皆さんからいただいた美味しい話題紹介していきましょう。いきますよ。うん、まずトップバッター、こちらね、ヤンバル娘さんからいただいています。ごめんね、先週もちょっとね、紹介できなかったんですけ、うん、ごめんな、ね、さい、ちょっとユンタク13よ。うんです。ごめんね、お待たせしました。うん、えー、ヤンバル娘です。 久米島に来た時から気になっていたお店に行ってまいりました久米島は車エビの養殖も盛んなんですそ,、ね、そこで車エビを使ったプレート料理テイクアウトができるお店お店の名前はゆなみファクトリーですわ<あ>、えー、かりますテレビであのー なんか取り上げられてたなんか、ね。んうん、お値段はやはりね、この車エビ、ね、あの少々お高めでございますので。まあ、ね、うん、まあそれだけのお値段もしますが、ボリュームもあって、とっても美味しかったです。うん、で、見てくださいガ。ガリック炒めみたいのを見て,て。そうそうそう、見てみて、だから、エビだけど、<ー>いろいろ味が違うんだね、うんえー。クリーミーバジル上がね、で、下がスイートチリソース。で、右がバターペッパー、お値段が千二百五十円。場所が少しわかりにくいので、久米島のガイドブックに載っています。 行ったときはぜひ調べて行ってみてということでいただきました。だってこれ居酒屋で食べたら一本三百円とかするするから。どうしてもね。だから同じこうエビをこんなように味変えていただけるっていうさ、ねエビって何が好き一番？エビはやっぱりあのー、エビチリ好きだ、ね。エビチリ私もエビチリ好きなんですよ。あのー、エビチリが一番好き。あの美嘉さん結婚式場僕たちよく行くじゃないですか。はいはい。シニアのエビチリの。<laughs> 出てきた時半分でジ誰かがんからに分けて持ってこないかなっていうえびちりうまいねカリシャ版の人はちょこちょこ食べていいっていうダメですって言われ食べるけどよおかしいありがとうございましたけども私あのエビマヨも好きエビマヨもなあもう全然俺太る原因ってもうねえビの形容詞ってプリプリしかないのか もうそれが最高級じゃないそうなんだなもうプリプリしてるっていうかいいきねんさ何か車エビもだからそれこそもうプリプリのプリプリでしょ高反発とか言いたいよね高反発おお死にかんだら戻すってえっいつがバキって言った今いつがバキって言ったら高反発高反発今低血圧出血なってるいや高反発低血圧どんなんや もうごめんな高反発怖いなじゃあ次行きましょうかポリポリねでも高反発流行らそう食べた瞬間高反発最高ヤンバルのキッシさん来てますね先週日曜日に用事でに行ったら新都心あたりでお昼を食べようとドライビングをしていたらラーメン屋さんの看板を見つけてそのお店へゴー行ったお店は新都心にある麺ンショ えー、お店の入り口にはメニューの見本が並べられていて「あ塩ラーメンがある」とテンション上げ上げ、うん、13時過ぎに行ったけど店内はカウンター6席のうち2席しか空いてなく座席は満席、うん、おいらはいつも通りお一人様だったからすんなりカウンター席へ、えー、席に着くとお冷屋と一緒にビビースターみたいなものが出されて「うん」ってなったけど食べてみたら「何味か分からんかった」笑いそして塩ラーメンを注文しようと決めてたのにメニューを見ると新作「ニューの文字を発見初めて来たお店なのに新しいもの好きとして外せなかったので。 で「おろし生姜の味噌豚つけ麺つけ麺大盛り1,030円」と「TKG 卵かけご飯200円」を注文、うん、辛いのは苦手なんだけどピリッと効いた生姜と辛みだれがと書かれていてから辛さも予想範囲内だろうと思っていたら「お待たせしました」と商品が到着。うん 美味しそうなつけダレに中物の縮れ麺をくぐらせ口を運ぶとなんということでしょう辛い美味しい辛い辛いですよえーこの辛さはやみつきになるね。寒い日だったら体がほてっていい感じなのに、この日は T シャツでも OK なぐらい晴れていていい天気だったから、おいら一人汗だくということで、その間けてあるキャベツやもやしと一緒に食べると歯ごたえも増してナイスだし、つけダレの中に大きな角煮も肉入っていて幸せでした。 お店の美味しい詳しい情報は免書タケトラでググってみてね、うん、とキッシーさんこのタケトラねこれ有名ですもんね、うん、よくクリスナーさんから来るよね行ったことないんだよ俺最近ラーメン屋が入れなくてよんなんでかななな何入れないっていうのは何あのもうドアが狭いってこと結婚式のドレスこんなこんなサイズた <laughs> サイズ一緒サイズ一緒 <laughs> あの新婦が忘れられない

行ってから行こうって思っちゃってる、うちにうな,んうなんか、ね。でも人気店ってさ、三時とかで到達してもいっぱいだよで。同じ考えの方いっぱいいらっしゃるからな。はい、行きたいな、竹虎。あ<の>卵かけご飯、私。美味しい。本当大好き。そうなんだ。うん、えー、じゃ、続いてディスカスさんです。<laughs> はい、ドライブしてて、目についた看板を頼りに入った蕎麦屋、本部麺、えー、本部熟成麺。 もと部熟成麺のお店ってことかな、えー、頼んだのは V3 そば920円、はいはい、熟成麺と名乗るだけあって麺自体の味がしっかりあってツルツルシコシコまーさんスープはこれまた正統派で鰹の風味と豚の風味のバランスが絶妙最近行った店の中ではこれベストだな具の三枚肉や本草器軟骨陶器も具ーごちそうさまです店は11時から夜7時まで営業で火曜日が定休日場所は名古屋からだと先元部の信号を左折して上り をたどればつくよそれかグーグルで住所登録されていたからグーグルが確実だなということではいいただきましたありがとうございますお店の名前自体がそば屋元部熟成麺って名前変わったのかななのかな。のか以前ね V3 って V さんあるさ、うん、V があるさカタロースとかなん、はい、あの V が3つ入れて V3 そばだからもしかしてお店の名前 V3 かもね。かもしんないね。すごい,い,い方あ,<ー>あるあれだと美味しかったですね。あのさ、はい、このさ3種類のさこうそばが乗ってるその上のはいろ、はいろみんな考えるじゃないですか。私合わせじゃないな沖縄市に行った時に、うん、えとトライアスロンそばっていうネーミングつけてたんですよ。 スイイムランバクでしょそうそう3種類みたいな感じでだからたくさんこうスイムだったらなんかあの海系なんかこう何系何系っていうおそば屋さんもあったりとかみんなよく考えてるなって思ったんですけどねビール青森ウイスキーが夜のトライアスロンって言われてた昔都とかでああ私はもうビールも回す島も回すウイスキー夜のトライアスロン1位。 いつもってるよ私冥コ行った時にこの間泡森がお店に置いてある青森がみんないい青森なんだねそうなんですかねんか僕はもうバス停のところを連れて行かれたらもう便すら出てこなかったですよえなんでどういうこと終わられてる時間ないからあそういうことピッチャーで出てきるのピッチャーで出てきてるからこっちもう何年も前は頭いいなと思うから何が言ってるかからええ ヒプギレ盛りだくさんのうじゃないでも頭いいと思うよでもすごいよいやもう宮古こかったいいとこ連れて行かれてるんじゃないですかなんかあの観光客が行くようなところに行ったんですよ皆さんが行くようなんかそういうところね私もちょっとこう紹介でって行ったんですけど楽しみですねこれもう映像は流れているまだまだですまだね楽しみです えー、さん来てますね、はい、もうメールのネタが追いつかんちなーって書いてますけどそ <laughs> して今日紹介するのは味噌ラーメン家の近所に前から気になるラーメン屋があって昨日安いガリティカウンターに座ったさやそして初めて入るその店は左に座席右にカウンターその間にテーブル席があってまあまあのキャパだった、えー、注文したのはメニューに一番大きく載っていた味噌バターラーメン680円初めて食べる味噌ラーメンのスープは思ったより濃くて。 初めてなんだ。えー、気持ち酸味があって、まゆう。麺は中太のストレート卵麺で、スープとの相性もバッチグ。チャーシュー1枚と、ゆで卵に、わかめ、もちろんバターも入っていて、まゆです。えー、ごくんちょそんな気になるラーメン屋、ラーメンハウス札幌や小羽倉店の場所は、那覇市小羽倉の小羽倉交差点から、ハエバル向け、すぐ左のバス停。えー、火曜日定休の11時半から夜中2時までやってるよラーメンハウスなのに、ラーメン以外の中華メニューもそそるよやヤシが。 駐車場は見る限りねランと書いてありましたね。はい、安静やという。ああ、これ見たことあります。ポロヤポロヤポロヤですね。ミカたちもなんか行くんでしょ。ポロや行きポロロとか言うじゃん。ポロルポロル。ポロルだった。ここですか。ここではないんだね。別別のポロポロどこかわけね。一緒かな。いや違うと思います。多分お店によって多分上違うよね。違うんじゃないか。違うよね。やっぱりねそれぞれあのチェーン店で看板はあれだけどうんいう。 さかなに、ね、ある札幌屋とか量がぜいじょうゆわけうんやっぱ中部ならではなのかな,あ,なかあのサイズ感っていうのはねいやかまりえみみたいな <laughs> お値段はお値段はも普通ええー、だからもう学生とか多いわけ<ー>い食べきれるんだったら食べてみふじもうもうもうすごい<ー>小さまあったさもお店閉めてビッグ大体、はい、ビッグなのか大でかビッ,大ビッグで大丈って大変だよ <laughs> 大きいが大きいです <laughs> 大きな大きいちゃん本当だよねだからね、チューブってこの辺サイズ感っていうのはやっぱり学生さんとかあと外国の方とかも多いから外国の方もいるしねこれはまあ那覇ですけれどもねはい。じゃ続いて国分寺の加藤ちゃんですしんちゃんみーかーさんゆうきさんこんにちは東京から国分寺の加藤ちゃんですギノワン大山のジミーで買ったマフィンひよちゃんかっこ旦那様に食べさせたら見て見てこんなに綺麗にひよちゃん カップの紙、紙ゴミに、紙ゴミに出せるんじゃないって言ってます。前にこの写真をフェイスブックにアップしたら、リップサービスの深夜さんから、<laughs> そんなに好きなら、と、何かのお返しにジミーのお菓子をいただきました。お二人も、マフィン好きですかでは放送ちばってね、という国分寺の加藤ちゃんです。ありがとうございます。 マフィンの紙の紙カップがあるじゃないですかあ,、うん、あれをきれいに伸ばして並べてなんかあのー、アンモナイトで俺俺一瞬見たあっ、うん、私なんかあのー、パッチワークが好きなおばさんが作るあのなんかわかりますかな <laughs> あ,あれですよいろいろこう鍋置きとかあん、はいはい、<laughs> なふうに見えたんだけどすごくないこれ一瞬パッと見たら俺はもう化石かなと思ってこれさどんどん大きくしてさそれこそ今度あれに持っていこうまた。うんあ あの三輪金属なんでよそ, <laughs> その前に鉄じゃない <laughs> いや紙だからそうか日賀さんだったのですよねお,わざわざおはがきまで来てあれ、ごめんねえこれは6年間かけて集めたゴミです <laughs> お買い取りできませんあのあれね三輪金属の、ね、えっ、ー、とキスチョコのねあれもっ銀紙ねあれどうなってんだろうあれやってほしいなもっともっと大きくなってるかなぜひもうあれでディリティからやらないのかなご報告いただきたいよねいやもうぜひ見たい だってさ4年後とかに、うん、今ナンバーは何年目えー、?10 年よく10年途中ですしたか、はい、15年とかやってたらニ、うん、トン車とかで運んできたら税上かしいけど <laughs> ゴミをニトン車で借りて二郎工業から <laughs> レカイドみたいな人借りてきてゴミって言われるんだけど赤字 <laughs> 赤字 <laughs> <水> <laughs> これやけなの赤字 <laughs> これへしき屋の赤字 もうもう、ラジオじゃ全然わかんない。な全然わかんない。<laughs> 意味がわから。 <laughs> えー、モンステラさんですねはいありがとうこの間新都市になる宮里ドーナツに初めて行ってきました、はい、本店は沖縄市にあるのですが、うん、今年二月に新都市にもオープンしました、うん、沖縄の地域資源を活用した食べ物の部門で表彰されているの新聞で見て宮里ドーナツを知りました宮里ドーナツは自家製のおからと豆乳小麦の殻ごと石薄でひいた全粒粉 防腐剤保存料を使用してない焼きドーナツなので安心して食べられます油で揚げるドーナツだとたくさんは食べられませんが焼きドーナツなら少し多めに食べることができますね今まで食べてきたドーナツで一番おいしかったです美香さん新茶さんも機会があったら食べに行ってほしいですいろんな情報がありますねモンストロさん焼きドーナツは聞いたことありますけど揚げないんだよねそそ、ねうん、そうそうそう,そう 宮ドーナツじゃあ続いてフォレストオールさんです。しん、はい、ちゃん、ミカリン、イサカブディ、タ、え、カ、ーうん、クラブ88番、フォレストオールです。3月、毎週日曜日、ぐし川に行っていて、またまた冷凍ヤギ汁を見つけました。場所は、赤道十字路から、中部病院に入る信号の角にあるイサヤです。24時間営業なので、いつ行っても買えるんですよ。お値段は1000円。ヤギ刺しは500円。してからしんちゃん、2年前に紹介したヒージャシャイは別の店に変わってました。ということで。シャイね。 いました。あ、伊佐二十あ、お惣菜とか弁当とか、うん、そういったものを置いてあるお店なので、ね、あ本当おおおっきな上り。病院の隣だよね、中部病院の、ね、うん。ヤギ汁、ヤギ刺し、ヤギ肉の販売受けたまわります。うん、すごいね。うん、こういうお店からで心強いですよね。二十四時間だが、あの中部病院かお見舞いに行く方々が夜中やっぱり、はい。 看病とかで泊まる人とかやっぱりちょこっと行ってちょっと惣菜買ったりすかああここでお弁当買ったりとかあそっかそっか日照時間ってありがたいですよね。うんはい えー、大阪のクロちゃんから来てますねはいありがとうクロちゃん、えー、先日久しぶりに石垣島に行きました、うん、島で遊んだ帰りに荒垣食堂で牛汁を食べていこうとしたら臨時休業、うん、速攻で U ターンして白尾食堂に行きカツカレーを注文カツカレーカツカレー辛さも程よくイジマユカツもでかくて結構なボリュームでした、うん、場所は国道330を新石垣空港から市内に向かって白尾小学校を、えー、越えた右側です定休日は月曜日なんで今やってます それ最後までお決まりやすということで大阪の方がすごいねいやあおいしそうカレーのルーがほらみもも桃のドロドロのねもう野菜が全部溶けてるドロドロ系あおいしそうすごい煮込んでるんだろうななんでかミかも俺何回も言うけどカレー置いてるとこ見せてカレー注文してるとかいたら引っ張られるよなもうはいカレーは間違わないそうだねうん カレーでまずかったらやめれって思う。そうそうそう。誰が作ってもだけど、こういうさまたちょっとこの野菜が溶けるまでじゃあお家でそこまで煮込めるかできないじゃない。手も手間暇かかってる。かかるしね。大量に作るとやっぱカレーってまた美味しいからお店ならではになってくるんじゃん。もうもうオッケー。カツカツはね期待を裏切らんよ。本当な。紙カツはちょっと裏切られたけど。紙カツ？紙カツっていうメニューがあって。何かなと思って、本当紙紙みたいな その髪なの？髪のように薄い髪なの？はあ、これあれじゃん衣だけじゃん。そうほとんどこれ申し訳ねさそうにさ。面白い。髪カまあまあモは考えよう。そういうの女性としては重くないから大丈夫みたいなのが。 ええ、肉食べたい。ああはい、どうもありがとうございました。<laughs> えっと、また来週も皆さんから美味しい話題お待ちしております。以上、給食係のコーナーでした。じゃあ、続いてこのコーナーです。 ですクラクロこのコーナーは地元に全力 au 沖縄セルラーの提供でお送りしますはい、はい、スマホユーザーガラケーユーザーの皆さんからフリーでメッセージを頂い,いているこのコーナー、はい、今週はこの方から頂い,いています紹介しましょう、うん、えっとペンネームうんー珍しい竹に林あち、うんちくりんかちんちくりんさんから頂きましたありがとうございます、はい、ええシンシャミーかこんにちはどうも この時期、衣替えをしたり、引っ越ししたりで、家にあるものを処分しようと考えている人もいるんじゃないでしょうか。い,かいるね。しんちゃん、みか、ジモティーってアプリ知ってる？知らない。へえ<ー>。このアプリで売りたい人と買いたい人、地元でやり取りできるから簡単だよ。 沖縄っってささ県外に送送たりするると送料かかるさ、ね、特に重いものとか大きいものとかはさだからこのジモティで近くで待ち合わせをして直接売ったり買ったりして楽だわけいろいろ商品あるから見てごらんでも待ち合わせ場所に行ってしんちゃんミイカがいたら相手はびっくりするはずねかっこ笑いということでちんちくりんさんから頂きました <laughs> <laughs> これさえっ、ー、とー違うアプリもそれあるよね<ー>ジモティじゃだけじゃなくてメルカリあってだったなんかそういうものとかもメルカリを見るんだけど 家具とか見るわけさ見るの好きだけこれ送料いくらなどだからメルカリあってっていうのがあってだからそれはそのエリアの人たちで公開してやり取りするんですよ。県内だけうちの旦那がハンディータイプの掃除機を探してメルカリあってで会って帰ってきて。 みか、五百円で掃除機変えたって言って、すごい嬉しそうに帰ってきたんですよ。うん、で、これを職場に持ってくって、バイクに乗せて、マタニアさんで発信したら。掃除機バンで落として。<laughs> できないや。<laughs> <laughs> 物の一分一分,1分。壊れた。壊れた <laughs> <laughs> 何か利害が前借り。前借りせな。もう、もうさ、本当にさ。<laughs> 理解できないわけよ今日一本の命もうもうバイクで行ってきますブーンバーンオッケー大切に使いからバーンえ,え <laughs> 正義の味方さん丁ブーッ終わり 一本 <laughs> マジで <laughs> あの五百円とやり取りした労力と労力と取りに行くわけでしょそう、ね、まあこれは本人が悪いですよねいやこれはもうだ,だ売った人は何一つ悪くないなんでバイクで持っていなかとか本当にすいません俺もようん。買い物してくるさちょっとはいはいわ <laughs> からんで、ね、前バックバーンしてなきジュキッて,ってた卵がまごとフライ。や

うちの劇団員500円安いからって言って名護まで部品買いに行ってできないん大丈夫やみっていう時間と法則で行ってたよね法則で行って片道でもう超えてる地の座あたりで損してるみたいなね面白いねなんかなでもいろんなアプリがあるんですよどん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 出てくるんだけなこれさアプリを開発したらまたそれさ開発ほら企画とかしんちゃん そうだよなんかいいものは、うん、こんなってから言わないほうがいい言わないほうがいいなもう早速バッグも作られそうだね <laughs> だ, <laughs> だからこうなんかみんなどん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 自分が困ったなーとかこんなのあったらいいなっていうのがどんどん商品化されていける世の中だからね今ね不便なことが起業のきっかけになるわけよるだもんねそうなんだよ 鉛筆に消しゴムくっつけるなんていうのもあれもない。最初ね。ちちっていうよりも、よね。裏で消せるってすごいよね。だってシャーペンも今折れない時代だよ。知ってるシーンが。知らない。使ったことない。シャーペンがこの衝撃でちゃんとこう中にむいって入っていくわけよ。うん。折れない長さでむいっていって、うん。すごくない。

もう優秀だね、うん、本当にねうんいやもう本当だからね、はい、何がきっかけか分かんないですよ、うん、どうもありがとうございましたジモッティ,ージモッティーねちょっと私も見てみたいと思います、うん、はいさあそれではここでえー、ピンポンパンポーン4月になりました新生活開始のこの時期進学や就職で新しいスマホをお考えの方いらっしゃいますか au 沖縄セルラーでは25歳以下の方限定でお得なキャンペーンを大好評実施中です新規スマホをご または他社からのお乗り換えの上対象機種のご購入で au オレットプ,、えー、プリペイドカードに1万円分がキャッシュバック。 機種変更の場合は5000円分がキャッッシュバックです、うん、しかも今なら使ったデータに合わせて月々1,480円から無駄なく使えるピタッと額割りも実施中ですさらに15歳以下の方限定でスマホを安く購入できるキャンペーンも実施中、はい、もちろん話題の iPhone8 も対象となっています、うん、詳しいお問い合わせはお近くの au ショップにお問い合わせくださいぜひ店舗の方に足運んでみてくださいねよろしくお願いします ユーザー、ガラケーユーザーの皆さんからフリーでメッセージをお待ちしております。ぜひ送ってきてください。うん、アドレスは南部アットマークアール沖縄ドットシオドット JB です。なおスタジオの様子 YouTube でチェックできますのでぜひ検索して見てみてください。ということで、はい、以上沖縄セルラープレゼンツ基準 <laughs> このコーナーは地元に全力 AU 沖縄セルラーの提供でお送りしました。 さあでは残り時間あとわずかとなりましたけれども、はい、しんちゃんここで刑事係行く前にですね、うん、もうこの時期4月に入ったら恒例となりました、はい、フォートプランサービスからのお知らせから行きましょう。 えー、今年も、のぼりのこいのぼり、皆さんありますよ、えー、サイズがミニのぼり、これ、机の上にも置けるミニチュアタイプのこいのぼり、小さいサイズはアパートのベランダでも上げられるコンパクトサイズ、そして大きいサイズ、うん、広い場所でも目立つインパクトサイズ、この3種類、ミニのぼり、小サイズ、大サイズ、この3種類です、そして瓶型タイプももちろんありますなの、えー、のぼりなので、ポールに通して立てるだけの簡単組み立て、しかも畳んじゃえばコンパクトに収納できるので、 場所を取りませんのりにはお子様の名前を入れたり顔写真を入れることも可能ですのりの詳しいサイズや金額はフォートプランサービスのホームページかお電話ください 電話番号は098-854-3383854-3383番です。さあ、実は今週からそのフォートプランサービスさんからですね、リスナーさんへのプレゼント。上りの恋上り、小サイズ、えー。アパートのベランダであげられるコンパクトサイズですね。これを1名様にプレゼントします。イエーイ 今スタジオに届いています。この上りのこいのぼり、小サイズですが広げてみたいと思います。ちっちゃいのこれ。ちっちゃいというかあれですよ。普通の上りがあるじゃないですか。あれサイズです。ほらほらほら。すごいすごいすごい。ほらほらほら。可愛い可愛い可愛い。でしょ？もう十分ですね。これをポールに通して上げるだけですが、ポールはまあ普通にねこう販売されてたりとかしますので、これをちょっと購入いただいて。 あのさ私これお家に飾ってるんですよ、このいのぼり時期になったら、とっても便利なのは、いなくならない、なんで一匹一匹、例えば、風邪で飛ばされていなくなるっていう、そういうことね、ないんですよそうか、保証人なんだねそうで全然飛ばされないし、しかも、私、名前入れてるんですよ、子供たちの。いい記念になってて、すごい目立ちますよ。このお家 <laughs> <何> <laughs> ああ長男は何君なんだとかなる <laughs> んだね。でも子供 売れそうですよ。そうだろうな、自分のな。で、だから、コンパクトサイズとかもいろいろありますので、まあ、いろいろこうね、あの、職場とか。入れてみたりとか、はい、あの、いい記念になると思いますので、ぜひぜひ皆さん。ご応募ください。まあ、そ、ういうこと、株式会社なんとかとかで入れて。入れていいんだよ。なんとか扱ってます。なんとかでいいんだよね。そう、そう、そう、いいんです、いいんです。で、これ、えっと、来週からプレゼント、ご、あの、応募いただくんですが、その時には必ず鯉のぼリ 入れてください。上、うん、りの恋のぼり希望っていう風にどっかに入れてください。えっ、ー、と、アドレスは南部アットマークアーー、アロー機などと塩とと jp です。来週からこれ抽選しますが、ただ今日は、えー、メッセージをくださった方の中からお一人に。はいうん はいプレゼントしたいと思います。これてて後でやりますか？今やっちゃいますか？じゃあ今しんちゃん。これでいいの？いいですよ。うん、えっとじゃあ給食係いただいてるメッセージの中からお一人選びたいと思います。はい。じゃ僕はもう真ん中いつも真ん中からプレゼント。この方ですね。じゃじゃん。はい、誰ですか？あモンステラさんおめでとうございます。おすおすごい。 はい、良かった。良かった。はねすごい。はい。じゃ、モンステラさんが上りの鯉のぼり当選となりました。はい、これあのお送りしますので、うん、えっとポールはついてませんからね。くれぐれもご了承くださいね。はい、えっ、ー、とフォートプランサービスの上りの鯉のぼり見てみたいなという方はホームページ、ぜひチェックしてみてください。うん、来週も抽選がありますので、たくさんのご応募お待ちしております。うん、では、刑事係行きましょう。はい、このコーナーはあなたの街のあれこれ、イベント情報、面白、看板見つけたなどなどいただいています。 どうぞ4月14と15にセルラーパークで島酒フェスタというのがあって第1回目だそうなんですが2日とも相互司会というかやりますのでよろしくお願いしますあと4月21日に「船ラおとまつに池田卓さんがねいつも頑張ってますけれどもねそちらに出ますんでよろしくですありがとうございますこの方初めましてのメッセージの掲示係ではないんですが紹介したいと思います。 シャタンから愛を込め、えダイクのプーさんです。不思議時代から美香さん応援しています。北島三郎の予作お願いしますいいな。今度じゃリクエストとしてかけましょうね。来週頑張るからね。予作ありがとうこれからもよろしくね。はいどうも。えついてその分まあ来ると思いましたね。え今週からまた肩書きが増えた将来の任期は四年、任期は永遠。あすごいですね。あの。 やる人気は4年,あ4年、はい、違う人気にはあ,ありがとうとみか、えー、さんの活躍を期待していますういうはい はい、防振部で載ってたんですよね。そうなんですよ。いろいろまあ教育など多方面で活躍してますからね。はい、頑張ってください。同じように5万5千円の男さんからです。えっと教育委員に目おめでとうございますということですけど、ありがとうございます。まあ私もねこれねあの新聞にも書いていただいてたんですけれども、私はあのラジオパーソナリティとしてのお仕事はもちろんそのままですけれども、もちろんねこの保護者としてのいろんな目線からの何かこう教育現場に取り入れることができたらいいなということで今回。

えー、ビギンの歌の日コンサート」ってどこでやってるか知ってる?「ギノワンじゃないよ」「教える」「沖縄に芋を持ってきた野国総監の出身地嘉手納町さんはねうん、うん、来月4月の8日日曜日午後4時半から9時まで嘉手納ロータリー広場でフォークソング祭りがあります」 雪の話が飛びますね、えー「出店の屋台も出るのでこ,、えー、こぞって遊びに来てください」「駐車場は少しあるけどお酒飲むならバスタクシーで、えー、ご来場にゲサビラバス停から近いですよ」ということで「うんうん、歌の日コンサート6月です,、ね、6月ですけど」って言っ24になってたと思うんですけどね。はい、まあでもこういうふうにあの音楽イベントが多分ビギンが歌の日コンサートをやることで、うん、あこういうことがまたほらたくさんねつながっていけばいいですよね。うんうん また受け入れ体制がいいって言ってましたからね,、うん、ねはい、ありがたいですよえー、じゃあ続いて国分地の加藤ちゃんです<え>年末宮古島の郵便局で見つけた年賀状のデザイン集見てくださいあ、あっがんにゃ年賀状書いてない才がと思った時はアプロというところに任せたらいいよって、うん、ではでは放送ちばってねということですねありがとうございます面白いねオリジナルデザイン年賀状宮古、ね、をまた全面に売り出してね、うん、いいですね 守る君もいるさね本当だ私さこの間都行った時にこの <laughs> 交差点のところにさこうほらあの「飲酒運転ダメよ」みたいな「うん、いい前はいくら払うつもりか」うん、みたいなのが書かれてて,れて、ね、<laughs> あれあ,あれ面白いなと思ったんだけど「飲酒運転50万パラディナみたいな。<laughs> 払うのかっていうことです。払いにっていうのがんかなと思って、払うのかって意味なんですよね。うん、パラディな。うん、当たってるかなだ,だ,っだったと思います。だったと思います。はい。えー、どうもありがとうございました。はい、もう時間になっちゃいましたね。はい。また来週も皆さんから街のあれこれお待ちしています。以上、刑事係のコーナーでした。